あ、それで思い出したわ。みんなこれ知ってる？アプリがね、崩れるんだけど、やり方を紹介したいと思います。やってみよう。今回使うアプリはこちら、クイック。これを使いたいと思います。開きます。こんな感じで、スクリーン、小、中、大って、今回は大で。大で開いたら、追加を押します。そしたら、下の方に、アイコンストライトエル選択します。こんな感じで。で、アプリを追加したかったら、set start up item タップして、検索もできます。YouTube とか。おー、上から落ちてきた。いい感じに決まったなーって思ったら、広告を見ないといけません。広告は上です。広告を見たら、上に追加されてます。グラビティアイコン。背景画像をね、追加しないといけないんだけど、ホーム戻って、これ何もない画面、スクショ、完了したら、クリックタップします。背景画像、ここから選びます。今回は上にしようかな。これは保存しないとダメです。そしたら、プラスボタンでウィジェット追加。クリック。第これをウィジェットを追加します。タップしてコンポーネントをタップして、これ作ったグラビティアイコン、あとは完了すれば OK です。いい感じじゃない？背景もこんな風にできるんで、やってみてね。